タロット占いでリーダーを決定。勝負運が強いのは一体誰なの？今週の注目機種はこちら、始まりました。今夜もパズタウン TV ですよ。皆さんこんばんは。こんばんは今日はですね、キング、ガッキーさん、はい、名前忘れたやろ完全に忘れました、ね、ちょっと忘れた。以前お邪魔したちょっとパン屋さんに今から行きます。パン屋さん、はい、前回さやちゃんとゆうみちゃんと私で、うん、カステラ体験をしたパン屋さんなんですよ。ちょっとまだ9時台だから。パン屋さん今日お休みなんですけど、まあそこはなおちゃんに言って無理やり店を、なおちゃん、まあとにかく今日はなおちゃんに、あなた方、なおちゃん、私も含めてちょっと占いをしてもらいます。ここで、ちょっと待って、話が分からんすぎる。分からんでしょ。パン屋が出てなんで急に占い出てきた。以前カステラ作り体験でお邪魔した際に、オーナーが趣味で行っているというタロット占いをやってもらったんだったよね。すいません、ね、石窯工房アグリさんですよ。お久しぶりでございます。お休みなんですよね、はい、今日。あ、大丈夫です。なおちゃん、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 男性なんですか。ごめん、イメージ全然違った。なおちゃんのイメージが。なおちゃんなのよ。占いされてるんですか。あ、そうですね。パンを作りながら。あの、趣味です、ね、趣味で。へぇー、やってもらいたい。その趣味が本意気だからすごいんですよ。ではでは、場所を移動して早速始めてもらいましょう。はい、それでは、うん、今回はこのなおちゃんに、うん、はい、私たちの勝負を占ってもらいます。勝負、勝負、ほうほうほう。で、勝負の一番強い人に、うん、今回の企画のリーダーをやってもらいます。いやいや、あの、パン作ってもらえません？パン、俺も、まずパン作ってもらってやっぱり、そっから、まあ、確かにいい匂いがするもんね。焼きたてのパンはうまい、うまいんですけど、パンもうまいこともさることながら、うん、タロット占いです、今日は。いや、じゃあ僕からいきましょうか。したら、はい、勝負運をですね、占うのは、はい、これをシャッフルって言って、はい、あの、その念じながらですね、はい、こう仕事に対する気持ちとかそういうのを念じながら、自分がいいところで混ぜ合わせて解いてください、はい、なるほど、はい、分かりました。強く念じながらシャッフルしないと、しかるべきカードが出てくれないんだって。で、僕の位置からこっち前向きが正位置で、そちらからこっちが逆位置でやります。はい、はい、はい、おえ、ちょっと待ってください。あんまり良くないな。ザフールって、はい、直訳したらバカ。いやいやいや、これゼロっていうものでですね、今から可能性に満ちたカードなんですよ。なるほど、はい、可能性に満ちた、はい、これは僕の占いですか。今そうです可能性に満ちた、はいはい、カードの中で、あの、一番最初のカードなんですよ。一番最初のカード、一番最初のカードで、もうこっから始まるっていう可能性に満ちたカードです、ね、キング、そんな、ね、何もないからゼロって。違う、おー、マジか、力が湧いてきた続いては、うずら姫。今さっきと一緒で、僕から見た正位置がこっちです。はい、あ、いいですね。ストーン、はい、え、自分が理想としているものの達成ができるとか。五郎丸さん、五郎丸さん、五郎丸さん絶対無理やからそこは姫、今回は勝負運を占ってもらっているんだよ。五郎丸さん、いいカード、いいカードと来たら使うな、使うな、落ちがあるんでしょ。これ、はい、これ正位置か逆位置か、どっちか。まあ、こっちって今思ったんで、はい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 、逆ですね、はい、せーの、お、聖地だ。お、聖地。しかもヘルメット。あ、いや、あ、じゃあハーミット。ハーミットです。どこが変なの？非常にこう治療深い。ああ、楽器らしいですね。素敵だってことだ。そうです、素敵。はい。ちょっと違う。ただ僕の時いいカードって言ってないです。はい、本当に。うん、あんまり言葉も言ってないですよ。それはそういうことなんじゃないの？まあ、でもこれからトータルの話を聞けるんですね。そうですね。3人のカードはご覧の通り。この中で一番勝負運が強いのは、無難っていうか無難なカードなんですよね。無難なカード、はい、はい、で、
あのこっちで言うと、2番目に来た、2番目に来たガッキー、こっちで言うと、うん、このカードだけで言うと、うん、あの人を導くカードなんで、はい、誰かが悩んでたらその内面のところの原因を追求してあげて、はあはあ、改善してあげるっていう、リーダーっぽいってことですか、じゃあ。そうですね、と新たな一面が、はい、移動中ずっと寝てるけどね確かにほら確かに確かに寝てるけど、で、あの最後のこのカードなんですけど、実はこれがやっぱ一番いいカード。えよ、ー、あら、うん、はい、輝いてて、あの力を持ってる、望みを達成するっていうことはこのカードです。もうひっくり返しましょうか。ひっくり返したらもう最悪ですね。ああ、ひっくり返ったら最悪なんだ。これはやっぱ正位置で引くところが。そうだね、危なかったね、だから。スターの。え、じゃあ占い的には今日のリーダー。今日のリーダーは、うん、あの誰がいいと思う、こちらで。あ、うずらだ。はい、いただきました。リーダー。今回のリーダーはうずら姫に決定。キングは私を目指せばいいんですよスターをスターをずらめる、ありがとうございましたありがとうございましたよし、でも分かったぞよし、やっとなりだね、頑張ってきます、ありがとうございました、ありがとうございました、なおちゃんまたね、今度はパン食べに来ます、休みの日にありがとうございました、また遊びに来ます。先ほど、うん、私がスターを弾きましたのでね、はい、皆さん言うことを聞いていただきたいと思いますけれども、どうもうずらがリーダーっていうのが納得いかんのよねでも言ってしまえば僕は副リーダーですよね、そうです、サブ、サブ、なんで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 服が決まってんの、リーダー決まったけど、そんな感じだったら言ってなかったでしょ、まあまあまあ、まあ、いいからいいから、なんだよこれ、それよりもですよ、今回はちょっと3人で出玉をですねたくさん出して協力して、はい、ちょっと好評である視聴者プレゼントをね、ぜひ皆さんに、うん、リーダーとなったうずら姫の指示のもと3人で協力しながら実践を行います。プレゼントの内容はホールに入ってから決定しますよ。プレゼントをゲットできなかったらリーダーがダメだったって話だよね。いや、そうそう、そこまでいかない。そこまでいかない。そうそうそう。リアクションまでいかない。本当に。昭和のテレビになってるから。うるさいから。もう行きましょう。いらっしゃい。行きましょう。行きましょう。いらっしゃい。いらっしゃい。っていうか、もう半袖なのね、リーダー。そうよ。企画舞台となるのはヤングプラザ旅ら店。人気台もさることながら、懐かしの名器を大切にするアットホームなホールとなっています。まずは目標とするプレゼントを決めましょう。カメラ、これをゲット、はい、これを、スロットであれば500枚ですから。なるほど、なかなかね、500枚プラスにすればいいだけでしょ。プレゼントはデジタルカメラに決定。3人で500枚なんで、そこまで難しくはないよね。キング、みんなのジャグラーで、ね、ミンジャグ、オッケー、わかった、ミンジャグ、キングはみんなのジャグラーで、俺好きだから打つわ。サブリーダー、はいはいはい、サブリーダーはジャンキーを打ってみてください。僕ジャンキー、ジャンキージャグラー、そんなジャンキーに言っちゃっていいですか。リーダーは私は適当に頼むよ。ジャンキーどうかな、ジャンキーとりあえず3人で500枚ゲットしたらいいってことでしょ。そうです、そうです、オッケー、簡単です。ジャンキーって今ほとんど設置ないですよね、多分。いや、このホール来て思ったのが、北斗聖域末とかジャンキーとか結構ね、古き良き台が設置されてるんで、まあ、そういう機種好きな方はね、本当好きなホールなんじゃないかなと思いますね。さあ、じゃあ僕はリーダーから言われました、みんなのジャグラーを打ちたいと思いますが、みんなのジャグラーね、もちろん完全告知台なんですけど、変速を使用するとリーチウェイマシンに早変わりします。まず中をリールから止めたいと思いますが、まあ、赤7狙ったりとかいろいろ打ち方あるんですが、僕はピエロ付きのバーを、ピエロ付きのバー今下に落ちてきましたけど、ピエロ付きのバーを枠上から中段に狙います。で、外れの時は基本的にこの形、外れか不動ですね、基本的にこの形になります。で、今リプレイが中段に、並んでますが、こうなると、まあ、外れ終わりプレイで、このリプレイが山崎さん、ちょっと待って、ほらちょっと見て、しかもビッグ確定じゃない。そうなんですよ、右からでしょ。そう、やちょっとさ、俺今解説してたのよ。いやいや、こっちこっちほら当たってるから自動停止したでしょ。せーの、素晴らしい、気持ちいい。あ、解説したんですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。副リーダーやるね、副リーダー副リーダーやるね、やっぱり副リーダー。ただ、うん、まだ始まったばかりだから、はい、ね、最終的に俺が勝ってると思う。大丈夫。ああ、そうですか、うん、頑張って。何の自信か分かんないですけどね、最終的に俺が勝ってる勝負でねえし。
はい、ということでビッグ確定してますんで、いいでしょ、いいでしょ、この打ち方ぜひやってください。では山木さんに戻します。先を越されちゃったね。上段にブドウが転廃、この形ですね。この形はブドウはボーナス、これブドウが外れたらボーナスなんですが、まあここ上段に、左いる上段にブドウか赤七が止まったらブドウっていうことですね。赤七ブドウ、ブドウでもブドウと同じ役になるので、これが外れてればボーナス濃厚ですね。あ、さあ中段にチェリーが止まった形、これはチェリーはボーナスが濃厚なんですが、今ピエロが下段でありますけど、右リールもピエロが下段に並べばチェリー重複が濃厚となります。あ、転廃はしなかったで、重複は期待度はちょっと薄くなりましたが、まだ重複の可能性あります。でもちろんチェリーが外れればボーナス、来い、来ない、来ないか、ちょっとでも汚いですけれども当たりですね、綺麗なリーチでボーナスから一直線また来ておりますね。はい、何なの、うまいでしょ、右から、右から、あのね、山木さんね、レギュラーボーナスですよ山木さん、レギュラーでもビッグでもいいんですよ。え、レギュラーでもビッグでもいいんですよ。なぜならちょっと確率見てもらっていいですか、これやばくないですか、これ。なるほど、3の3のすごいな、これだから合算で言ったらこの半分ですね。すごいな、今145ぐらいでこれで当たってるんで130ぐらいになるはずですよ。リーダーが選んだ台でしょ、でも。はい、俺リーダー選んだ台まだ当たってないのよ。ああ、まあやっぱり引きってのもあると思うんで、リーダーのせいにする前にやっぱ引きがあるじゃないですか。腹立つ、だってそもそもさ、そもそもタロットで一番ダメなんだから。いいから座れ、もう当たるわけないじゃないですか。右のこの出目はレギュラーの方だから、ね、でこれ1個ずれたらどっちか分かんない、もう1個ずれたらビッグなんですよ。はい、ということでレギュラー、ただこれによって確率がまた上がるはずなんですよね。ここに記されているのがビッグの確率なんで、882÷7、いくらですか。これが合算です。126分の1くらいだね。これもし万が一僕一人で達成しちゃった場合、僕長崎版のリーダーにしてもらいましょうかね。うん、多分うずらが当たってないと思うんですよ。山木さんは当たってないでしょ、ねえ、いいっすよね。それで視聴者プレゼントゲットするわけですから。お、あ、違うんだ。ちなみにホールの状況をお伝えしますと、まあ、パチスロコーナーはジャグラーが完全にメイン機種ですね。で、ジャグラーだけで結構な機種数あります。ここから見える範囲でも 1,2,3,4,5,6,7 機種あるんで、ジャグラーだけで。で、こういったね、なかなか設置されてないジャグラーもあったりするから、まあありかもしれないですよね、ジャンキー打ちたいとかって人はね。で、ヤマキンさんが打ってるミンジャグは、まあ、中押しが楽しい機種っていうように、ジャグラー一つとても若干の違いがありますので、ジャグラー好きの方は、まあ、いろんなジャグラーをね、ぜひ試していただきたい。おい、見ました、今瞬間撮りましたよね。そういうことがあるんですよ。そしてこれで3回目、当たり3回目で、ここに7があるんでビッグ濃厚です。はい、素晴らしい、235分の1ですよ、当たり確率合算で117ぐらい、すごくないですか。ボーナスの連打で手玉は一気に加速、これもリーダーの台選びのおかげなのかな。はい、消化終了、もう500万いきますから、一人でいきますから、ヤマキンさんも取ってあげてください、カメラさん。そうだね、すぐ拗ねちゃうからね。さあ、ついに上段ブドウ転廃が外れました。これ光ります。いや、よっしゃ、立った、オッケー、
できた。まあ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 いいですよ。ヤマキンもようやく初当たり。ところでリーダーの姿が見えないけど、一体何を売ってるんだろうね。おう、叫び狩り。ちょっとどんな目が出るか見ましょうかね。あ、チェリーチョークですね。ということはピエロを狙ったら下段に転敗する可能性大ですね。あ、転敗しないか。転敗 しませんでしたけども、これはチェリーチョークのボーナス。キング、あ、どうなのうずら。私あとこんだけ。え、どういうこと。頼むわ。ビッグですよ、ビッグレギュラー。2連続レギュラー。やめたのもう。いや、可愛くないから。可愛くないから。私も A タイプどうかなと思って。なるほど。バジリスク2を打っていたみたいなんだけど、当たりは引けず、リーダーらしいところを見せることなく A タイプの島に逃げてきたってわけ。やばい、出てますね。でもいや出てますとかじゃなくて、見てほら、これビッグ確率ね。ビッグと化けどうするね。じゃあ私を取っか。はガキさん、リーダーの権力半端ねえな。吉宗打ちたいんでしょ。いいよ行って、私もジャンキーになりたい。いやジャンキーになればいいじゃねえかよ。隣空いてるよ。いやいや、打ちたいんだったらこのまま引き続き。分かった、とりあえず100まで回させて。私が吉宗打つから。今ねジャグレン中だから。うずらが吉宗。なら俺が打つ。似合わない。なら俺が打つ。強奪作戦は見事に成功。こんばんは。え、コインは置いていっていいよ。いや、え、台だけでなくコインまで奪っちゃうの。どうせ協力体制だから。コインは置いていって。なんかリーダー理不尽じゃない。私こんだけしかないのに。どうぞ。可愛くねえわ。そんな全部持ってくな。全部持ってくよ。それで持ってけよ。これで吉宗打つんだから。まあ確かに当たり前でしょ。コイン強奪は失敗ながらも、優秀台はしっかり確保できたね。やっと届いた。来たよ、やっと。ガッキーさんの譲り受けてだいたい80回転くらい回したのかな。どっちだろうね。ビッグです。あはん。打ち手が変わっても大のポテンシャルは優秀。早速ビッグを頂戴しちゃいました。またまたレバーオンデの先見狩りです。何かな。あ、これはもうチェリーチョークでも何でもないですね。単独成立でのボーナス、ビッグで。いやー、3連続レギュラー。マジか。ガッキー、ヤマキンが全然ダメだからさ、なんとか頑張ってくれよ。通常時に考えるべきことは、とにかく触られ、そしてレア役、これを引くことで、あわよくばそれを、前兆、ガセも含めた前兆と被せること、これができるだけで吉宗がめちゃめちゃ楽しくなります。俵2連、3連すればチャンス。惜しい。4連で、自力降格、自力チャンスゾーン確定。もうまた2連頼む。俵うわ、うまい。しかもこれあるぞ、ほら。先ほどの俵連からの剣舞降格だと思われます。で、とにかく剣舞降格中も俵連を目指すと。連じゃねえか、俵を引きまくれば、その時点でもう当たりの大チャンスになりますんで、こうやってこの剣のメーターが上がってきます。最低でも緑は欲しいですね。赤まで行けばほぼほぼ当たりと思っていいです。はい、緑。さあどうなる。ほいだ、よし、素晴らしい、完璧じゃないですか。39ゲーム
ナイス、完璧です。やっぱ吉村ですね。早いビッグに心躍るも上乗せなどもなく、はい、あっさり終了で終わったのはいいんですけれども、ここのアイコン、これが大事。吉村なんですげえ普通ですね。すげえ普通。ビッグ、4連続レギュラー、4連続レギュラーか。ヤマキンさんどうで、あ、すみません、なんでもないです、なんでもないです、出てないですね。ちょちょちょ、聞けよ話を最後まで。データでわかります、レギュラー4回以上、はい。うずらはレギュラー4回だよ。確率はやっぱいいね、この台いいですね、今んとこ。おお、あるんじゃない。でもまあビッグ1回、レギュラー1回ですから。ほうほうほう、なんすか、なんすか、来る？またブドウが、いいじゃない、またブドウが外れました。レギュラーですか、レギュラーですか。レギュラーでしょう、レギュラー、レギュラー、レギュラーでしょう。あの、4回レギュラーなのよ5回目だって、こんなもんないないない、それがあるんですよ。ビッグで間違いない、まあ、まさかね、まさかレギュラーってことはないと思います。タロットカード覚えてます？ゼロでしたよ。だからビッグを引いて新たな旅立ちにね、出玉の波というねあ、まあいいから揃えてくださいよ。ほら、よしよしよし、ようやく念願のビッグを引いたみたいだね。ガッキーも出玉を残したし、プレゼントはゲットできたんじゃないの。目的は達成しました。お以上ね、一人だって460ぐらい出してますからね。頑張った頑張った。でしょ、私が言った台出たでしょ。出たよねでもなんか良さげな台だなと思ったら奪いに来たよね私あれからも出したのよ。おい、おい、忘れてないか二人でキャッキャキャッキャやってるけどちょっと忘れてた。忘れてないか。キング何枚交換したんですか。僕は62、3枚ですかね何すかそれ。でも最終的にその62、3枚がないとゲットできなかったんですよね。いや、そんなことないです。ただリーダーっぽくはなかったよ、正直。確かに、あ、まあ確かに一番ふわふわしてたし、確かに、うん、私自身がね、あのふわふわしてた頭もね、頭も、うん、もう本当なんだろうな、しっかりしてんねその辺は。姫はふわふわしてたけど、プレゼントはバッチリゲット。今回はご覧のデジタルカメラを1名様にプレゼントさせていただきます。たくさんの応募待ってます。さあ、このプレゼントはですね、うん、あのご応募の方皆さんいただいてですね、はい、どしどしと、うん、当たる確率非常に高いですから。ちょっと待って、高いということは応募が少ないということじゃないのそういうことでしょ。違いますよ。そう言ったよね。あの長崎は、うん、あのあれがいいでしょ。いやもうごまかしてない。どういうこと長崎はいや高いっておかしいやろ。おかしいなあ、おかしいよな、おかしいよな、おかしい。少しはリーダーらしくビシッと決めてもらいたいものです。はい、それではね、うん、皆さんどしどしご応募をくださいまし、はい、ゲットしましたので、はい、ヤングプラザ旅ら店からでした。皆さんまたね。室内でレジャーシートってどうなんですか。怒ってる、怒ってる。コンセプトが分かんない、確かに椅子あるのに、るそう、なんでここみたいな。レジャーシートを座らせたら喜ぶみたいな風になんかゴモゴモしてます。ゴモゴモしながら行きましょう今週。そうですね、何なんですか。さあ今回はですね、うん、奇跡の1枚をまたまたやりたいと思います。またまた2人のライターがね、はい、そうなんですよ。いろんな写真を撮ってきて、はい、その中から奇跡の1枚を決めようということで。なんかいっぱいありますね。結構、あ、長番長がある。あ、打ちました。番長3、長番、あ、番長3ね、番長3ももちろん打ってますよ、うん、いやーちょっとね、おお、かっこいいですよね。なんかこれ、いい写真がいっぱいあるぞ、うん、ちょっと今回悩みますね、はい、悩む、うん、ちょっとじゃあ決めましょうか、うん、じゃあめいちゃんの中の1番を決めてください、うん、私の中の1番は、はい、結構ね、置き時計、はい、時間切れです。ちょっとこれこれこれ、ちょっと置き時計、あ、これでしょ。あ、これすごいね、並んで2台連続でちょうど引いてます。すごい、これは奇跡の1枚だよ。これを撮ったのは誰ですか。これを撮ったのはデリカスさんです。デリカス、またデリカス、またなんですよ。やるね、デリカス。そうなんです。写真はドキドキの確定チェリーでフリーズから超ドキドキモード当選画像です、うんうん、
私がフリーズを引いた直後に左隣のお客様もフリーズして、うん、並びで超ドキドキモード突入が奇跡の一枚です。今回は人の写真じゃなくてデリカツも引いてるんだちゃんと。そうですよ、やるね、ねえ、すごい。じゃあデリカツこれにしますか、うん、しましょうか、それに。左の一枚、はい、あいつは篠山紀信って言われるよ写真撮るのうまい、いやねえ、うん、すごいですよね、ま、ということで、はい、デリカツくん奇跡の一枚獲得おめでとうございます。おめでとうございます。なんか今回たくさん来てたじゃないですか。いっぱい来てた、うん、その中でも8割がデリカツさんがエントリー、うん、あ、そうなの、そうなの、他の方もちょっと、ね、8ターンの篠山紀信ですよ完全に。